埼玉10区の松崎哲久です。私たち民主党は政権交代を求めています。自民党から民主党へ政権が変わったらどうなるんだ、よくご質問を受けますが、皆さんはもうお分かりだと思います。国民の生活を無視するのが自民党政権です。国民の一人一人の生活のことよりも外国や大企業や勝ち組を優先しているのが自民党の政策です。私たち民主党は国民の生活が第一を信条といたしております。税金を払う皆様は主権者なんです。その主権者の皆さんが税金を払うその額を決める、そして納めた税金の使い道を決める、それが民主主義です。私たち民主党と一緒に皆さんのもとに主権をぜひとも回復しようではありませんか。民主党松崎哲久です。